どうも皆さんこんにちは。アキナアオニラジオ。はい、ということで今回も皆さんが大好きなアオニやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ポン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  DJ コウ。盛り上がってみましょう。最高にアオニ盛り上がってますか？盛り上がってます。最高に最高に、ハッピーでそしてスリリングで青鬼をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日でクリアします。はい、もうずっと調子乗ってるんですけれども、今回ね、かなりまあ仕上がった働きができてるんじゃないかと思いますんで、まあなんとナレーションでやらせていただきたい。おー、いきなりはんぺん、いきなりのはんぺんね、こういきなりこうバッてね、はんぺん来ちゃうみたいなね、いきなりの反省。いや、ほんとごめんなさい、もうすいませんでした。ほんと今回はね、ちゃんと音出したんでよろしくお願いします。ほんとすいません。いきなりの反則、いきなりレッドカード、え、もう退場、えみたいな、すいません。全然面白くないハライチさん、やめてもらってね、いいですけどね、やめてくれー。もう喋ることないから、お笑い芸人さんのモノマネするのやめてくれー。あ、わかった、正解は音を出しちゃいけない。青に絶対そう。あ、待ってください。この音は、お風呂が沸いた音ではなくてですね、チャイムですね。チャイムが、高速にしたことによってですね、こう倍速にしてることによってね、ピッチが上がってちょっとね、お風呂が沸いた時の音になっちゃってるんですけど、ご了承ください。よろしくお願いします。まあ、連日ね、ちょっと今調子いいって言おうとしたのにさ、そのハンペンにつかまんでやめてもらっていい？まあ、調子はいいよね。絶対的に。で、まあ、みんなが見てもらった通り、まあ、別にもう、勝ちとか、負けとか、そんなのどうでもいいんで、はい。青鬼が出てきて、まあ、やられなければいいかなと、そういうふうに思います。はい。で、今日なんですけど、ちょっと青鬼やってる時もそうなんですけど、なんか、この防音室ね、エアコンつけずにやってるんですよ。だから、あ、ちょっと待ってください。なんか座ってんのに、なんか体調悪いかもしれないです。なんか座ってんのに立ち返してきました。あ、やばい。あ、キアの立ち返りやばいって。はい、すいません。こうね、謎を淡々と解いていくんですけれども。バカ野郎ね、もうさっさと終わらせてほしいですけれども、誰も気づいてない、動かない日本人バカかね。すいませんでした。今日ちょっとこうね、ネタが多いのはですね、かなり動画が長くなっておりましてね、喋ることどうしようかなって考えていたらですね、こういうふうに思ったことをどん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 口にしてるから長くなっていくと、そういうわけでありですね。はい。もう、やっぱ最終章近づいてるんでね、まあそれは強くなりますよね。もう悟空だったらスーパーサイジン3、まあルフィだったらギアフォース、まあトリコだったらガララワニぐらいのレベルはもういってるのかなというふうに思います。やっぱここもね、鍵サクッと開けれちゃって進んでて、しかも準備してますから、ここもちゃんともう出てくるんじゃないかなって準備してます。だから絶対驚かない。最高、どんどん行こう。うーわ、出ました、ミスタータクロー。すいません、ちょっとエコーをね、引かせていただきましたけれども、こいつのせいで僕の人生狂ってるんですけれども、まあお前のせいで、お前が学校に行きたいね、みんながついてくると思っている、当たり前じゃねえからな。うーわ、マジかよ。またほらね、やっぱ拓郎はね、こうやって裏切るんですよ。はい、手持ちポケモンが状態異常です。ん、どうしたどうした、どういうこと、どういうこと、どうなってんのそれ。いるよ拓郎、いる、でも出てこない。は、どういうこと、どういうこと、どういうこと。うん、下戻って見て、拓郎いる、こっちみんな、みんな、え、待って待って、なんで相手見タクロがおんのっていう、これすごい状況が起きてるの、これ平坦してですよね。で、タクロがずっといるんですけれども、まあ気になりますが、先に進まないといけないので、おそらくバールですよね。バールで曲げるんですよ。はい、曲げました。タクロじゃないのよ、もうだって状態以上のタクロがいるんやから、なんで今更気づくんですか。そんなわけないですよ。はぁ、じゃなくて、ブサイクやな。ほんで知り合いにこういうやつ2人ぐらいはおるわ、センター分けで、韓国系に影響されて、ちょっと髪型変わって、久々に会ったらもうキノコマッシュみたいになってる。ごめんなさい、口が悪くてすいませんでした。はい、まあ、ここはね、アキナさんに来てくれると思いますね。はい、やめてよ、やめてよ、やめてよ、オッケーオッケー、よし、よい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 よ、ここ待つだけですから。うん、いや、そのポーズやめて、その後ろから太陽があってさ、このポーズしてさ、
あの影見るとさ、ずっと見てるとさ、目にその影が焼き付いて青空見た瞬間ちょっと目に見えるみたいな、ごめんなさい何言ってるか分かんないと思いますけど、これ絶対やったことある人はね2人ぐらいいると思うんでね、あの共感したらグッドボタン押してください、よろしくお願いします。セーフ。もうどんどん進む、怖っ。あーやめた、よくないよくない、それはよくない。今のはあの中指ではございません、あの人差し指ですね、ちょっと長かったですね人差し指が。うん、大丈夫です。でもこの辺りがちょっとね頭が痛くなってくるんですよね。なんかこう後ろにね、なんかね見てるんですよ、ほら、あお兄ちゃんが怖いなー怖いなーって。おーびっくりした、ね、あのベッドも動いちゃうんだよこれ、すごくない？あそこ今までのさ秋になったら気づいてないわけよ。でもこれ気づき始めちゃってるっていうわけね。このレバーをねすぐに見つけちゃうわけ、もう止まらないのよ本当に今日で。セーブも止まらないのよひたすら。はいはい、見て見て見て、その高音でね、うん、早送りするとね、トゥルルルルルそういうなんか動画あったね、トゥルルルルみたいなね、ちょっと面白い動画であったんですけど、ちょっと内容忘れたんで、あのこれじゃね言及しないでしていきます。はい、でスイッチ見つけていろいろボタンも押したんですけど全く分かんなくて、でこの配列もね、これ何回も押してもなんかねその通りならないと思うんですよね。そう、はい、666666666666、うん、フリーメイソン、はい、らしいです、はい、何回確認すんねん、 VAR 何回入んねん、もうええやろ、相変わらずオートバグも発生するし、雨うるさいし、ほんで今日も雨降ってるし、雨降った次の日は花粉がやばいんだからやめてよ雨降るのはね。えこのレバー外せそうですって、マイナスドライバーだって、グーグルしてるからさ、このドライバーの何プラスかマイナスかがさどっちなんだろうみたいな、見れないのよ私本当に。はい、ついたレバー外したよ、よっしゃ、もうめちゃめちゃ進みます今日。おいガキども、これは一体どういう状況だ、アキナが覚醒してんのか。まあどっちでもいいさ、悔いが残らねえ方を自分で選べ。やれやれとさ、今日これマジでクリアするんじゃねえのか。それよりお前たち相撲好きか、特に土俵際の駆け引きは手に汗握るよな。あのやることなさすぎて本当にフルパートの上太郎やらせてもらったんですけどね。サトル、謎解きしすぎだよ、弱いやつに気を使うのは疲れるよ。獄門教を味にくれい、五条悟は私がやる、セーフティーバーは私が下げる。もう喋ることがなくなってきた、アキナ上手に多すぎだろ。もう今何分ぐらい経ってんの？7分、これなんで毎回7分なんですか。別にもう言いたないんですよ、でもなんで毎回7分なんですか。はい、すいません、全然7分でなかったんですけど、でこの辺でやっとあの色の謎解きを着手してるんですけどもね、全然解けなかったんだよねこれ。なんか分かる人いると思うんだけどさ、説明書通りにやるじゃない一回でさ、クリアえできないやんってなるじゃん、でしばらく時間置いてもう一回同じことするなのにクリアできるやんみたいな時ないですか。あれ何なんすかねあの現象、え絶対やってたけど俺みたいな、ね、仕事とかもさ、なんかこう学校とかの課題とかもそうじゃん、なんかやれって言われたからさフォルダーとかに入れるやん、ないねん、えって気づいたら入れましたけどみたいな、いやね秋野さん入れてないですよみたいな、えおたくはまだ入れてないのかいね、入れたっつーのだけど誰も証拠がないからさ怒られてんな、そういう時ありますよね。へー、はい、もう本当に長すぎて喋ることがないんですけど、どん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 やっていってますねこの人も、うん、青いレンズどんだけ使うの、もう使えないから、多分この人は今あのライトが青いレンズを通ることによって、ここでなんかブラックライト的な、こう何か見えるんじゃないかって思ってるんですよね。でもね、正解はね、最近ネタバレしますけど、これ見れません。はい。だからずっと意味わかんないことをこのチンパンジーしてます。はい。やっぱ動物園にずっといた時間が長くてですね、かなりちょっと視野が狭まっちゃってるんですよね。餌がもらえるのが当たり前だと思ってるんですよ。だからヒントもらえるのが当たり前だと思ってるんですよ、これ。皆さんから。うん。だからこいつ甘えてる。良くない。これ一応良くないパターンです。はい。人はいつか死ぬ。だからもう悔いの残らないこと、好きなことやった方がいいんですよ。ね。夢を持てと。そういうことなんですよ。だからこの青にも、とりあえず IT も使えと。全部使えって話なんですよ。ね。あそこでペットボトルの床使えるわけなくねって思うんだけど、ここで青いレンズ使えるわけない。使えんだよ、これが。
ねえ、長かった。ここまで行くのがもう30分かかってた気がする。うん、こっち見てる。超嬉しいんだよね。これほんと嬉しいのよ。沼に散らかした後にたまたま刺さるってすごいね。嬉しいんだよね。登録、登録、登録。毎回ヒカキンさんやんなくてええねん。はい、これさ、心なしかさ、後ろの青にさ、ちょっと目動いてないみんな。怖くない？こう心霊系、僕もね、あのね、ちょっと心霊系ネタをね、ちょっと最後挟もうかなと思うんですけど、中学生の時にね、僕ね、あの、実は、幽霊に腕掴まれてるんですよ。これマジな話ね。僕それまでね、幽霊全く信じなかったんですけどね、そこで腕掴まれた時に、学校で掴まれたんですよ。ね、放課後。冬の放課後。6時半。真っ暗な校庭。真っ暗な校舎。私は、傘を取りに帰ったんです。そしたらその傘を取った瞬間、ぐーっと、腕を引かれたくなるんですね。はい。おお、迷路だ。次はどうやってクリアするんだろう。多分ね、ここも青レンズ。なんでしょうね。多分ね、なんか青レンズをなんかここを畳みかけてくるよね。後半。あー、ほら来た。これがルートだ。今コナンやってるからちょっとあれ、それに影響されてるかもしれないです。ちょっと名探偵的なブルーって。いや、やばいですね、毛利警部。何を言ってんのかね。あ、待って、めぐれ警部だぞ。毛利君は君じゃろ。あー、間違えました。自分のことを自分で名前で言ってしまいましたね。あー、鬼が出てきましたよ。まあただ、なんかキモいのいっぱいいるんだけど。わお、なにこれ、やばいやばい、気持ち悪いの。鳥肌すごいよ、見て見て。ね、あの、全然映ってない、ピンポケしてるから。早く逃げて。さあ、さっき覚えたルートをしっかりと曲がって曲がって。これさ、いつになったらクリアするんだろうね。ほんとこれ、逃げ切った先にまたいたらどうする。逃げ切った先にハンター。さあ、アキナは青鬼から逃げ切れるのか。30秒後。あれ、お、あ、お、お、わ、わ、え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 、待って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 、出てったっぽいで、出れたっぽいで、あ、出れたわ。イエスイエス、よくやったぞアキナ。素晴らしい、素晴らしいアキナ。皆さん最高です。ありがとうございました。最高に、最高にクールなアキナが、なんとなんと、回収機を見せまして、クリアしてしまいました。また次回作にご期待ください。青にはもう終わりです。